1. 1男女群島。2. 非善取島。3. 福江島クリップ。長崎県内において、男女群島は南西端に位置するクリップ。鹿児島県本土と男女群島の位置関係男女群島は、五島列島福江島の南南西およそ 70km の東、シナ海に浮かぶ島諸群。無人島。長崎県五島市浜城に属する。北東から南西に向かって、 男島、黒木島、中野島、花栗島、女島と島が連なる。30キロメートルほど北西沖には非禅鳥島がある。国土地理院地図男女群島は全ての島が均質な溶血業海岸から成り立つ。海岸線は海色崖により囲まれており、中上摂理が随所に見られる。植物は断温耐性のタブの木や、 ヤブニッケイ等とアネッタイのオオタニワタリア、クワズイモ等が混成する。また、マルバニッケイなどの北限地にあたる。動物は、天然記念物であるカラスワトやアガヒゲが生息する。他、爬虫類や昆虫でも、例として男島に、火ばかりの固有亜種男女火ばかりが分布するなど珍しい種が生息する。地質、鉱物、植物、動物の点から、 貴重な自然を提しているため、1969年8月18日国指定の天然記念物に指定されている。そのため、一般人の立ち入りには許可が必要である。また、大水なぎ鳥やカンムリウスズメなどの海鳥の集団繁殖地となっており、1973年11月1日に国指定男女群島町重保護区に指定されている。国海神話では、 イザナギとイザナミの二柱の神がまず、大屋島を生み、続いて六島を生んでいるが、通説では、男女群島が六島の最後に生んだとされる両小島に、否定される。8世紀後半から9世紀にかけて、難度を取った、県東支線の航海の目印となり、五島列島と寄港地になった。中世になると、源の正ししげるが島を所領して、海外貿易の中継地として利用した。 室町期から戦国時代にかけては、松浦水軍の松浦島に属した、福祉の勢力下に入り、男島や女島から当時の遺物が出土している。江戸時代の女王年間には、巨馬として最盛期を迎え、島在住の地元漁師は、もちろん、四国や九州各地から多くの漁船が集まり、福江藩の植生に女島奉行が設置されるほどになった。 1886年には周辺海域でサンゴ漁が始められ、1889年には300隻を超える船が創業した。1902年頃からは日本全国から仲買人が島を訪れるようになり、明治末年には外国人も参加して島に居住するイタリア人の仲買人もいた。海難事故も多く、1905年に 1> 約1200人、その翌年に約1000人が産後漁の途中に台風にあって遭難して命を落としている。1889年4月1日に町村製志向により南松浦郡富江村に属するとされた。その後、1928年1月1日より大浜村の所属となる。1925年には女島灯台の建設が開始され、 1927年に、竣工初点灯している。その後、女島の高崎山に、日本海軍のレーダー基地が建設された。1945年6月8日に、戦火が迫り空襲が相次いでいたため、民間人引き上げ命令が出されて、全島民、女島島大職員を呼び、職員家族全員が退去した。11月5日、 新中軍が女島灯台施設を爆破。1948年3月1日に女島灯台の戦災復旧に合わせて灯台職員及び島民らが祈祷した。1957年には木下圭介監督の映画作品、喜びも悲しみも、幾歳月の舞台の一つとなり、主に女島でロケーション撮影された。 1969年8月18日に国指定の天然記念物に指定される。総合学術調査の際、男島の林の中で中世の石垣群が発見されている。近年は近隣諸国からの密入国や密輸、密漁や不審船の監視のために海上保安庁の巡視船が近海をパトロールしている。2006年11月から無人島になったが、日本でも 屈指の磯釣り、ダイビングスポットになっており、全国からの来島者で賑わいを見せている。九州の西側に点在する日本の離島の一つであり、東、シナ海における日本の領海や排他的経済水域の起点となる、大韓民国との海洋紛争の舞台ともなっている。2021年1月、海上保安庁の測量船、拓洋が、 女島の約1 6 3キロメートル西方で、韓国海洋警察庁の船から、韓国の管轄海域での調査は違法と要求を受け、日本政府が抗議した事件が起きた。鳥島排他的経済水域起点問題も、参照九州本土からの都線は、長崎県、熊本県、鹿児島県などから出ており、高速艇で3時間程度で到着する。ありがとうございます。